行くで。余計なおしゃべりはええ。はじめにやれ。ここは私たちに任せて、君も行け。坂本龍馬は上の階や。始まったか。ええ。そこまでだ。副長。新選組副長の土方歳三と申します。斎藤はじめさんですね。ああ長倉との試験試合、そしてこの狂犬とのやり取り、一部始終拝見させていただきました。そこであなたに折り入ってお話ししたいことがある。なんだ。このような場所では何です。今晩祇園の椿楼という料亭でお会いしませんか。二人きりで。わかった。それでは後ほど。勝負はついた。こいつは死んだも同然だ。何をしてるんだ、お前。言ったじゃないですか。どちらかが死ぬまで終わらないと。だが、ご安心ください。この男、どちらにしても死ぬ予定だったんです。先日、組から脱走を図りましてね。ハットにより処刑することになっていたんですよ。なんだと。ですが、ただ殺すよりあなたを試す道具に使えると思いましてね。彼も天然理心流の使い手でしたから。誰なんだその男は。総長兼三番隊隊長、山並圭介。私にとっても市営官道場以来の友人です。彼にはもしあなたを殺すことができれば命だけは助けてやると言ってありましてね。ですからあなたは命がけで戦った山並に勝ったということになります。そうやって俺を試した目的は何だ。いや、実はあなたに折り入って引き受けてもらいたい仕事がありましてね。何なんだそれは。この山並みの穴、三番隊の隊長を引き受けてもらいたい。俺に隊長。さあ、無粋な話はここまでだ。席を変えて新選組の未来について語り明かしませんか。
斉藤はじめ君。来たな。こちらへ。掃除。ああ、はい。皆、三番隊隊長就任の件は聞いているな。斉藤君、三番隊隊長の斉藤はじめです。以後お見知りおきを。三番隊隊長だ。こいつ昨日入隊したばかりだって話じゃねえか。そんな奴に隊長の座任せちまっていいんですかね。斉藤は俺と掃除が立ち会うて実力を認めた。それやったら不足なんか、谷。ずいぶん肩を持つじゃねえか、長倉さんよ。いくらもらったんだ。え、それとも女か。お前と一緒にすんなや、ゲスが。相変わらず堅物だね。俺たち今をときめく新選組の隊長様だぜ。この立場を最大限利用しないでどうするんだよ。誰が三番隊隊長かなんてどうでもええわ。要件済ましてさっさと切り上げてくれまんが、隊の訓練が控えとるんで。タイの訓練ね。何笑うとんねん、佐之助。いやいや、さすが甲州流軍学を治めた武田さんだ。変わった訓練してらっしゃる。この前もあんたんとこの大使が愚痴ってましたよ。隊長様の愛が怖いって。心も体も教育するんがわしの信条や。なんなら踊りも味わってみるか。幹部会だぞ。余計な口を開くな。佐之助、隊長のお前がそういう態度を取っているから十番隊は素行が悪いのだ。口を慎め。へいへい。新選組の小獣とが。斉藤君には明日から任務についてもらう。松原君、その時に任務を一通り説明するように。なぜ私が。隊長になって日が浅い者同士、協力してやれ。失礼ながら副長、私もこの男がいきなり隊長というのは納得しておりません。私がどれだけの苦労をしてこの座に着いたか。松原君、私はお願いしているのではない、命令しているのだ。はいはい、じゃあ俺が教えますよ。こう見えて教えるのうまいんですよ俺。いいでしょ土方さん。
東堂、ちっ、日和見だ、お前は。あ、ひどいな、松原さん。助け舟出したのに。どうです、土方さん。いいだろう。では、斉藤君の件は平助に任せる。了解です。じゃあ、明日。それともう一件。先般、タイ脱走の罪で身柄を捕らえられていた総長兼三番隊隊長の山並圭介だが、昨晩、大気に基づき切腹に処した。切腹？山並さん殺しちゃったんですか？どういうことすか、副将。山並さんは俺ら司令官の仲間の一人だったじゃないですか。なのにどうして？俺らって佐之助さん、司令官出身じゃないじゃないですか。いつから近藤派になったんですか？うるせえ。俺は何年も前に一度近藤さんの手ほどきを受けてんだ。心は司令官よ。とにかく隊を脱するを許さず、それが新選組の鉄の掟だ。山並はそれを承知した上で隊を離れた。だから殺したまでだ。1年前の芹沢鴨、平山五郎、平間重介の粛清しかり、ハットに例外はない。裏切りは死。ここにいる皆も肝に銘じておくことだな。我々の働きに幕府も信頼を寄せている。各隊、さらなる働きを期待する。以上だ。金納の獅子ってのはみんないい声で泣くな。やめてくれ。もう全部喋ったじゃねえか。ああ、知ってるよ。いよいよだな。いよいよ今夜、新選組の名を天下に轟かす。なあ局長。カズル！今度は鬼の副長か。ここまでだな。今日の借りは今度返すってことで。もう一芝居頼むぜ。面倒言いやがる。待て、カズル！悪かったな、仕留められなくて。お前、みなご苦労だった。桂小五郎は取り逃したがな。ふん、さすが逃げの小五郎やな。でも他の獅子たちは切るなり捕らえるなりできたんです。まあ上々じゃないんですか。ああ、それに他の収穫もあった。ああ、何のことや。この中に金納派の患者が紛れ込んでいるのが分かったということだ。ほう。しかもそいつはどさくさに紛れて獅子どもを逃がそうとしていた。へ
こん中にそいつが誰だろうな。あの土方さん、その裏切り者って松原さんのことでしょ。何言っている。平助、くだらない冗談を言っている場合じゃないぞ。松原君、君の素性は分かっている。長州藩の人間なんだろう君は。副長、そんな私が長州だなんて。カラスとか言ったか。その情報屋を使い、我々の情報を長州藩に流していたということは調べがついている。そしてそのカラスを君が処分したことも。お前、俺のことを撃ったのか。監察の山崎が突き止めたんだ。3ヶ月ほど前から君が幾人もの情報屋に接触していることは知っていた。何かしらの目的があってのことだとは思ったが、まさか長州からの患者だったとはな。ちょっと待ってくれ。それならこの新入りだと同じようなもんだ。こいつもカラスと近い関係だった。疑うならこの男も。見苦しいぞ。どのみち裏切り者は粛清される。おとなしく死を受け入れたらどうだ。解釈してやれ、斉藤君。君がカラスという男と接触していたのは新選組に入隊する前なのだろう。ならばそのことを追及するつもりはない。どうしてそれを。今日の町の道場で腕の立つ剣士が天然理心流を探している。そんな情報が私の耳に入らないとでも思っていたのか。理心流を追うことは罪ではない。その類稀な剣の腕を新選組のために使ってくれるのなら、私は君を疑うようなことはしたくないのだ、斉藤君。この長州の患者を切り、そのことを証明していただきたい。さあ。今の百姓風情が生きがりやがって。近藤勇みたいな学も教養も信念もないような男に付き従うお前らに長州がやられてたまるか。カラスから聞いたぜ。お前が新選組に入った本当の目的は。元さん、局長と弾を愚弄され、黙っているわけにはいかない。邪魔をしてすまなかったな。頭に血が昇ってしまったようだ。火の上、よし、じゃそろそろ帰るとすっか。そうですね、もうクタクタですしね。松原が減った分、褒美の取り分も増えるってもんやね。おう、そりゃそうだ。あんた、頭いいね。ねえ、武田さん、せっかくだからもう一人減らしちゃいましょうよ。面白い、やってみろよ。次は敵を取り逃すことのないよう頼みますよ。副長、あんただって新選組を使ってのし上がりたいっつってただろ。なあ、今すぐ俺を行かせて。
おもろそうな話やな、佐之助。せやけどそれ一番隊がやらせてもらう。掃除、文句あってもわしは止められへんで。どうしちゃう。ちょっと待ってくれよ沖田さん。一番隊がやるのは構わねえ、だけど俺も一緒にやらせてくれ。俺とあんたで一緒に源さんの仇を。なあ、いいだろ。安心せえ佐之助ちゃん、誰もお前のことを幕府の不やなんて思うてへん。はあ、お前は新選組の不や、そこんとこよう覚えとくんやな。一番隊、行くで。はい。カモさん、なんで来ないなことに。近藤殿、土方殿。さすが水戸天狗流、掃除をもってしてもかなわなかったのか。行き違いがあったとはいえ、私は浪士組の同志を殺めてしまった。私は切腹いたします。ですからどうか、どうか平山と平間の命だけは。なんで謝るんや、カモさん。先に殺しに来たんは沖田たちの方やろが。それに沖田を殺したのは俺と五郎や。カモさんだけの責任やない。黙れ。近藤局長は影として水戸藩に使い捨てられた俺たちを救ってくれた。もはや日の当たる場所では生きる道のなかった俺たちをな。だがその愛弟子殿を殺めたんだ。その罪は俺の死をもって償うほかない。せやけど悪いのはうちらやないはずや。その通りだ。謝んなきゃなんねえのはこっちだよ、カモさん。掃除たちはあんたら水戸組の剣の腕を恐れてた。だから勝手にこんなことを。近藤殿。だがやっちまったもんは仕方ねえ。あんたらにはきっちり死んでもらうよ。近藤。沖田総司は浪士組一の剣豪として勤皇志士たちの間でも名が通ってる。この身分浪士組の顔とも言うべき存在だった。その総司が斬られて死んだとなりゃ、浪士組もたかが知れてると世間の笑い者になっちまう。そうなれば我々はお役御免、幕府からも見捨てられ解散を命じられることになるだろうな。それがどないしたっちゅんや。そないなもんわしらには関係ない。やめろ五郎、十助。俺は非常な人間でね、マナ弟子が死んだってのに頭ん中は浪士組をどうやって生き残らせるかでいっぱいだ。何やと。俺はな、どんな犠牲を払おうと絶対にこの国を変えてやろうと思ってるんだ。そのために幕府を騙してまで身分浪士組を作ったんだよ。でそれを実現するにゃあんたたちの力がどうしても必要だ。どうだい、今日からあんたたち第二の人生ってやつを生きてみねえか。
山並、松原、谷、鈴木、源さん、それに佐之助、半数の隊長格を失い局長も不在の今、新選組をこのまま続けていくことは難しいと考えている。それは確かに。だから私は局長を、斎藤はじめ君に託そうと思う。何やと？斎藤君、どうかね。慎んでお受けいたします。ちょっと待て、そない青な話やるか。何か問題でも？斎藤はちょっと前に入ってきたばかりの新参者やないか。そないな奴が局長やなんて納得できるか。新参者でもええやないか。はじめちゃんはここにいる誰よりも強い。強い奴が頭を張る、自然の成り行きやないか。起きた伊藤は。一ついいかね、副長。何でしょう。確かに斎藤君は剣の腕が立つ、それは私も認める。しかし新選組は幕府直属の権威ある武力組織、その局長は知識、教養、道徳、見識に長けた人間が務めるべきだと思う。それは一理ありますな。近藤局長はその全てを兼ね備えておられた。だがその局長が不定老死に切られ死んだ今、これ以上新選組の名を地に落とすようなことはできない。新選組次期局長はこの伊藤貸太郎が引き受けよう。これは新選組を最後まで守った近藤さんの意志に報えるためだ。そうや、伊藤さん以外局長は考えられん。それはちょっとおかしな話ですな、伊藤さん。何がだ。私は近藤局長が死んだなどとは一言も言ってませんが、さて不思議な話だ。私は局長が不在だと言ったまでです。それは毎度のことだったはず。なのにあなたは死んだと言った。しかも不定老死に切られたという理由まで付け加えて。何を言ってるんだ君は。近藤局長は生きている。それとも伊藤さん、あなたは私たちが知らない何かをご存知だということかな。くぅ、答えられないということは認めるということかな。どうやらあんたには坂本龍馬って男の息がかかっている。わかったな、土方。ご安心ください。ここであなたが粛清されても新選組は続きますよ。近藤勇局長体制のままずっとね。くぅ。参ったな。新選組を抜けるときは死ぬときだと思ってたのに、こんなお別れになるとは思わなかった。平助、今伊藤さんを殺されたらいろいろ困るんだね。平助、お前
ここを通してもらおうが副長さんよ。手よく新選組を奪い取るつもりだったが仕方ねえ。だが大使はまるっといただいていくぜ。裏切る手はずも整えていたか。今日から俺らは五稜英治という新たな組織として独立する。新選組の役割はもう終わったんだよ、土方さん。金にならねえ組織に人は集まらねえ。隊長各4人、残り少ない大使たちと一緒にせいぜい頑張るんだな。それじゃ。さて、これからどないするんや、トシちゃん。大使のほとんどは伊藤についていった。こうなったらもう新選組としてできることがない。しかしまさかあの平助までが俺らを裏切るとはな。土方、一つ聞きたいことがある。なんだ。近藤さんがあんたに残した策ってのは、裏切り者をあぶり出したあの幹部会のことだったのか。そうだが。なんや、はじめちゃん、なんか気になるんか。いや、伊藤はもともと野心を隠そうともしていなかった男だ。近藤さんなら伊藤の裏切りくらいとっくに見抜いていたんじゃねえかと思う。まあそれはそうやが、近藤さんの最後の策ってのはまだ他にあるんじゃないのか。どないやねん、トシちゃん。敵を欺くには身内からと思っていたが致し方ない。入れ。ちょっと早くないですか、土方さん。もうちょっと引っ張ってくれてもよかったのに。平助、斉藤、いや坂本君の読み通りだ。近藤さんの最後の策、それは伊藤を使いもう一人の坂本龍馬をあぶり出すことにある。もう一人の坂本龍馬を、どういうことだ。ここは数日前完成したばっかりの新築の宿やどす。名は大宮。大宮、誰かさんたちのせいで寺田屋があないなことになってしまいましたやろ。一度騒動の起こった店にお客さんは寄りつきません。せやからこうして新しい宿を作っとったわけどす。それで俺たちをここに連れ出してきてどうする気だ。大宮はまだ営業もしてへん無名の宿。土佐と薩摩長州の方がお会いするには絶好の場所と思いましてな。ん？ここで三者会談を。おかみ、あなたは自分の言っていることの意味が分かっているのか。会合といってもただの会合ではない。我々の目的は襲撃なのだ。
そないなことはもちろん分かってます。この大宮、煮るなり焼くなり好きにしてください。なんやて、暴れて傷つけてもええっちゅんか。お好きに。中途半端に傷もにするくらいやったら、いっそ火でもつけて燃やしてもらった方がええくらいや。取り壊す手間が省けて立て直しが安う上がりますさかい。何を考えてるんだ、落とせ。はじめは、いや、坂本様。この落とせ、資材のすべてを失うても構いません。せやから、この京の町をお救いください。落とせ。三風が京にやってきてから一年。京の町は血で汚れ、切り捨てられた人の肉を食らわんとするカラスの鳴き声がやまないありさま。うちはそんな今日を見てられへんのどす。坂本様やない、そのもう一人の坂本龍馬がおらんようになれば、それも全て終わりになるんでしゃろ。せやったら宿の一つや二つ惜しゅうありまへん。どうかこの今日のため、今日に生きる人間のため、決着をつけてください。顔を上げてくれ、落とせ。あんたのその願い、俺が引き受けた。この大宮で全てを終わらせる。全てを。坂本様。お涼。うちもおかみさんと同じ思いです。せやさかい、うちにできることなら何でも言うてください。それがはじめさんにできるせめてもの罪滅ぼしですから。わかった。ならまずその顔を上げて笑顔を見せてくれ。俺にとってはそれが一番かけがえのないものだ。お前ら、何してるんだ。起きた。東堂平助はここ油工事で新選組に襲われ、武田官流祭と共に御領絵師として死んだことにする。何だと。どういうことなんだ。それが平助の遺言や。平助は自分が新選組の患者やということを伊藤に悟られんようにするため、ここに遺体を運んでくれと。あいつは最後まで近藤さんから与えられた使命を守ったんや。もう後戻りはできひんね、はじめちゃん。
起きた。坂本龍馬ははじめちゃんに譲ったろ。せやけど万が一あんたが兄弟に情が移ったりした時は躊躇なくわしが二人の坂本龍馬を切る。それでええな。ああ、明日の夜全てに決着をつける。坂本龍馬の歴史は大宮で終わらせる。絶対に。あの部屋か。連中がいる場所は。ああ、何や、雨か。物音がごまかせる。好都合だ。合図だ。行くぞ。行くで。私たちに任せて君も行け。坂本龍馬は上の階や。ああ、分かった。はじめちゃん、急に五両江島も見回り組の連中も姿を消した。どないなっとるんや。ん、中岡。あれが坂本龍馬。フォトグラフの男やない。全くの別人や。おい、はじめちゃん、どういうことや。一体ここで何があったんや。説明せえ、はじめちゃん。坂本龍馬は死んだ。坂本龍馬という男は死んだんだ。今日この時間この場所で。そろそろ土佐やな。ああ、土佐言うても広いで。竹ちゃんどこにおるんや。はじめちゃん、あてはあるんか。
とあいつはあの場所で待っている。俺たちの運命の歯車が狂ったあの場所で。見えてきたな、あれが土佐か。なんだあれは。何やあれは。あれが土佐なんか。要塞のような町やな。違う、あれは俺が知っている土佐じゃない。土佐に一体何があったんだ。全てはあの場所で始まった。俺は東洋のおやっさんを失い、逃げるように土佐を出た。そして1年、まだここに戻ってきたっちゅうわけか。運命っちゅうやつやな。きっと竹地は高知城で待っている。俺たちがやってくるのを差し向かう。心は清き水鏡。きっと君と竹地は互いに見えているものが同じ。私と近藤さんのようなものなのだろう。だとしたら竹地を止められるのは君しかいない。せやな、お前しかおらん。この戦いに終止符を打てんのは。ああ地上にあり。おう！誰だ貴様。しろ、一人で行けとは言わない。私たちも地獄までお供しよう。助けてくれ。君がこの土佐、いや四国全土を与えよう。だから見逃してくれ龍馬。わしの話はよく聞くんだ。坂本龍馬。誰だそれは。そんな名前の男知らねえな。え？やめろ。わしを殺せばこの国はどうなる。
鎖国で弱り切った世間知らずの日本を救えるのはわしだけだ。誰がてめえにこの国のケツ拭いてくれって頼んだ。え？この国の道を決めんのはお前でも俺でもねえ。ここにいる誰でもな。話にならない。何悠長なことを言っているんだ。今目の前にイギリスの艦隊が迫っているんだぞ。奴らとまともに戦って勝てるとでも思っているのか。さあな。そんなことは知ったこっちゃねえ。バカか。わしはお前ら豪士のようなその日暮らしの連中とは違うのだ。この国が生き残る道を誰よりも考えている。お前らはわしに従えばいいのだ。そうだろう。言いたいことはそれだけか。ああ。イギリスの艦隊がどうした。そんなんで日本は滅びる国じゃねえ。お前は分かっちゃいない。負けるのは目に見えているんだぞ。いや、たとえ今負けたとしても日本は何度でも立ち上がるさ。まだ見ぬ兄弟たちによってな。なんだと。俺らは兄弟たちに伝えなきゃならねえんだ。この国に生きる者にとって本当に必要なもん、この国にはまだ多くの血が流れるだろう。しかし土佐を出て京で生き、初めて分かった。近藤や桂に最後、それに竹地の兄弟、皆流れた血の先に何があるのかを知っている。何を言っている。人間ってのは間違う。間違ってばかりだ。でもな、それでも俺らは進まなきゃならねえんだよ。この国の夜明けを信じてな。進むことをやめちまったら託すべき未来もなくなっちまう。俺らの仕事は生きていける世の中を作ることじゃねえ。生きていてよかったと思える国を作ることなんじゃねえのか。よせ。この国の未来は今はまだ顔も見たこともねえ、声を聞いたこともねえ兄弟たちがきっと作ってくれる。一緒にあの世で日本の夜明けを見ようじゃねえか、陽道さん。やめるんだ。やめるんだ。龍馬。日本の兄弟たちよ、また会いたじゃ。